そ野田競馬レース展望今日の解説はスポーツ日本の桑原勲さんです桑原さんよろしくお願い,いしますよろしくお願いしますもう早くもあと2ヶ月で今年も終わりとそうですねいう時期になったんですけれども、ねはい、まああのー、今年の1月からですねほぼ10ヶ月の間に田中紀春が200勝はいまあ合計で言えば201勝したわけですけれどもね、はい まあ本当にあのにぎやかにレースが行われている園田競馬なんですけれども、明日からこの2か月、はい、果たしてどうなのか、ね、ということなんですが、まあ明日はですね、はい、ヤングジョッキーズシリーズのレースが、はい、1> まあ第1戦、第二2戦と、ひたくら行われます。はいはい、でこの後はは川崎ににに行って、はい、それからさらさ月には、うん 中中央中山競競馬馬、はい、そして大井競馬と、はい、まあこれでファイナルになるわけなんですけども、ね、まあとにかく年末にかけて本当に賑やかなレースがたくさんあちこちであるわけですからね競馬ファンにとりましてはこんな楽しいことはないでしょうけれども、はいはい、それをこう整理していく側としてはちょっと大変ですね。 えー、今日はですね明日園田競馬明日からまあ11月の園の田競馬が始まるわけなんですが初日の明日は11レースを行われます、はい、で今言いましたようにヤングジョッキーズシリーズのトライアルレース、はい、1戦2戦と2クラ 2>、はい、明日組まれておりますで,す、ね、で今日はですねまず10レースの大浜のポン酢特別この B1 特別からまず 解説をお願いしたいと思います。はい、それではジュレースのメンバーをご覧いただきましょう。このメンバー十頭、これ B ワンクラスの千二百三十メートルレースなんですけれども、印を見ていただきますと、クワルさんはこういう印です。本命は八番のユーデモリンクス、はい、これを本命にされました。いかがですか。はい、そうですね。まあ前走はね、あの筋力一キロ背負う形だったんですが、まあそれでも あの惜しい2着でしたからね、本当にね調子下がよくてね、はい、本当最近は自在性も出てきてますからね、ここは信頼の軸だと思っています、うん、大崩れがないですもんね、ずっとね、はいでまあ、今言われたように、まあ、前回のあの2着にしてもね、はい、中身の濃い2着でした、再び56キロになって、この1キロ差というものが、これ、微妙になってくるんですよね。そうですよね 河、えー、原騎士で、ユーデモニキス、これを河原さんは本命にされました、対抗には6オい。まあこちら、本当にね、位置取りが鍵にはなってくると思うんですけどね、やっぱりそこは田中騎士ですからね、はい、まあ気がつけばいい位置で競馬してますからね、この2頭はともにこの距離、1230メートルでは3勝しているわけなんですよね。はい、はい 2> で2着も3回あるということで、でね、この距離に関してはもう自信たっぷりと、はい、いうことが言えようかと思います、3番手評価には、午後は成田クローネを挙げられましたはい、まあ、こちらは、ね、最近、結果は出てないんですけどね、徐々にね状態自体、上向いてるとのことなんでね、はい、はい、もともとこの距離は合うんでね、うん、そろそろあの出番があってもいい頃ではないかと思いますね。はい まあ仮にこの距離で言えば2勝して2着5回と非常に安定してますんね4番手評価というのはこの場合はトゥリパーですか、はい、そうですすかはいそうねこちら本当、ね、当日の落ち着きが鍵ですよね、本当力自体はここでもやれるだけの力ありますからね、初場さえ五分に決まればいい勝負ができると思いますけどね。はい、あと 送る前の爪がんですよねかしいところがあるんですけれどもね、ねまあ展開次第によっては、この馬の食い込みも十分考えられる、はい、でその後では4オーバー、サンライトズトークを挙げられております、はい、まあこちらは、ねまあ、とにかくも花にいけるかどうかですよね、はい、まあそれをね考えれば、ね今回メンバー的にもね花いけそうですからね、はい、ちょっとこの辺の粘り込みには注意しておきたいですね。なるほど えーまあ、枠順もね、1230メートルの3番枠というのはね、な,ねはい、なかなか誘惑ですからね,ね、えーえー。というところで、えー、桑原さんのフォーカスを見ていただきますと、馬単勝負、はい、そして8番を軸にして、この組み合わせ8通りということなんですね、裏もあるとい,うう、ね、ということなんですね。はい、これが明日ののメインの自由レース 大幅のポンズ特別なんです。明日はレースは全部で十一レースを行われますので。十一レースのうちの一つ前、結局十レースがメインということになります。こういう組み合わせです。それでは、一つ前をご覧いただきましょう。これです。これが、えー、ヤングジョッキーズトライアルの。その打線。明日、二クラを行われるんです、ね。そうですね。はい。えー、まあ、一つは七レース。で、あと一つが。 この9レースに組まれているんですけども、頭数は12頭、騎手も、えー、これ、中央、そして地方、はい、合わせて他城から8名の騎手と地元4名、はい、12名の騎手の争いと、はい、こういうことになります、距離1400メートル、それではこのレース、印をご覧いただきます、こういう印です、はい、1 5番馬、本命にされました。はい これいかかがですかそうですね、本当ね、難しい一戦にはなったんですけどね、ね最近ね、本当にレースっぷりがいいんですよね、桜井というのまあ前走でもね、勝ちにいっての内容なんでね、本当に全然悪くないんですよね、5、うん、着といえともね、うんうん、まあ今、状態自体も安定してますから、うん、本当にリード一つでいい勝負できると思いますね、うん、まあこの間のレースなんか見てたらね、調子がいいからこそ、ああいう積極的なレースができるんだということですよね。はい まあ、これには JRA の加藤騎手が騎乗する、はい、対抗は4オーバー、コスモカンプなんですね、こちら、今回は、ね、休み明け3走目ということで、本当に、ね、1走ずつ調子を上げてきてますからね、はい、まあこの馬まも、ね、ちょっと位置取りが、ね、どうなるかが、ね、微妙なんですけど、まあ、地元のジョッキーですからね、ね、うん、そこはうまくカバーしてくれると思うんで、うんはい、逆転も十分あると思いますね。まあせめて 上位グループには降りたいですねはい、そうですねまあ石戸騎士もね、非常に積極的なレース、はい、やっぱり若手らしい乗り方しますたね,すよね楽しみですよね三、はい、番手評価、これが九号馬なんです日,ソ日の北斎 はい、まあ、こちらは本当に、ね、島いっぺん党なんですけど本当に最近はいい椅子足を見せてくれてますよね、<ー>本当ね、最近相手も、ね、問わずに、ね、足使えてるんでね、うん、本当にしっかりしてきてるんでね、うん、ここもね、あの前が流れさえすれば一発あっていいと思いますうん、まあ、本当あの小原さんおっしゃるように、ですね中段よりも後ろにつけて、あの位置でと思うと、途中で、あの道中ね、ね一瞬いい足を見せますからね。はい あの足がもう一つ使えれば、ね、十分ここで勝ち負けもということも言えるんでしょうけど、はい、その辺をどう乗ってくるかということですね。はい、さあそれでは四番手評価六号馬ということになりますか。はい。まあこちらはね心理の位組でもね前線しているようにねあのー、このメンバーのに、ね、力は上だと思うんですよね。はい、まあただやっぱりねちょっとね乗り難しいところがあるんでねんまあそれをどう。 リードするのか、その辺に注目しておきたいですね。JRA のジョッキーです、ねはい、そして、その後3号ー,ーに対して、いかかがですか、はい、もうこちらは、ね、最近、あの点にもね多少なりとも動けるようにはなってきてるんでね、まあ、メンバー的にもいいポジション取れそうですからね、うち、はい、で足が溜まるようなら面白いですけどね。なるほどうん あのー、典型的なと言える逃げ馬がこのレースには1頭もいないんですよねそういう点もやっぱり3号馬にとってはいい位置を確保するというには格好のメンバーという,、はい、ということは言えようかう、ね、と思うんですね、はい、まあいずれにしても12頭のレースそしてまあ中央のジョッキーも含めて他場から8名の騎手地元騎手が4名。はい 合計十二名の騎手の争い、これは見応えありますね。はい、ヤングジョッキーズシリーズトライアルの第2戦、これが明日の園田の準メイン級レースのメンバーなんです。フォーカス見ていただきます。ここも馬単勝負15馬を中心にと、はい、こういうことになるんすね。はい、さあ明日どういうことになりますか。小原さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。